対応が大変こう遅れたことに対しまして大変申し訳なく責任を強く感じております山本町長ら3人が今日会見し発表したものです町は問題のあった園城浄水場の水源をこれまでの川平ダムから上流の檜山ダムに変えていて 今後、浄水場でろ過する砂や活性炭の入れ替え作業を行うことにしています。その上で、飲料水として利用できる水の供給は来月末に再開させると明らかにしました。また、檜山ダムの水は農業用水として使われているため、町は影響を受けている522世帯への安定供給が難しいとして、 町内の別のエリアに供給されている水を引き込むことも決めました今後、長さ3.5キロの配管工事が必要となります水が解決しても私の気持ちは変わらず原因追求、究明はしていってもらいたいなと思います それで収束という方向に町全体がなっていってほしくないという思いの町は来月2日に復旧の状況や今後の方針について住民に理解を求める説明会を開くことにしています。